日本がだから10歳までしかいなかったから、まあ、うん、比べるのは難しいかもしれないけど、うん、なんか日本にあってこっちにないものとかある？学校の話、うん、学校別に今に限らずってこと？掃除と給食や、まあ、小学校の頃はな、いやまあ話聞く限りやったら部活とかも全然違うと思うし、生活リズムも全然違うと思う、あとはその人が違うよね。どう違う？まあカナダの子の方がやっぱ視野広いし、うん、すごいまあ確かにウェルカムだと思うよ。そりゃ喋らない子とかもいると思うし、シャイな子もさ全然いるけど、うん、外見とかさ気にしてないような感じはするし、うんうんうん、人と一緒じゃなきゃいけないみたいなのがないとか、そんな感じ。それもそう、うん、まあなんかそう感じさせてくれるところもあったのかな。でもこれも自分の成長だから、うん、昔はもっとあの人と一緒にいなきゃって思ってたと思う、うん、今は一人でもいいやって思うようになったから、うん、先生は違う？うん、違うと思う。いや、まあ、教え方とかだったら、うん、カナダの先生はもっとなんかその先生によって全然違う授業してくるじゃん、うん、順番とかも違うし、うん、ああそうだね。例えば数学とかはさ教科書に載ってる順に教えないんだよ全然、うん、なんか最初6章から始めて次2章に来てみたいなさ、うん、感じになってんの。でもあの日本は最初から最後まであのカリキュラム通りに行ってるから、うん、そこは違う、うん、それはいいことなの悪いこと？どうだろう。いや、あんまそういう風に感じたことはない、ね、まあこれはこれであり、うん、いやそれ、うん、違いっていうだけで別にどっちがいいとか悪いとか、ああなるほどね。今そのクラスのその生徒の人種的な構成って言ったらどんな感じ？やっぱアジア人も結構多いかなって思う。何割ぐらい？まあでもそれもね、授業になった時と違ったりするんだけどさ、うん、やっぱ例えば音楽とかだったらやっぱりアジア人が多かったりさ、ああそうなんだ、するよね。結構いるし、なんかリーダーシップに白人多かった。何割ぐらい？どうだと思う？分かんない全然。1割いない？いる？2割くらい。そうじゃない？2割ぐらい。あとインド系が多い、うん、中国系とインド系でほとんどって感じ。前住んでたところは中国系とイラン系だったけど、韓国系、ね、まあ、韓国系もまあまあいたけど、うん、なんか そういう人種でなんか考え方違うなとか思うこともある？あんまりないか。ないよ。まあほとんどではこっちで生まれてる人たちばっかり、うん、いや特にここのエリアはそういう感じに思う、うん、でも前住んでたところはやっぱ中国人は勉強熱心だったりするし、うん、イラン人も結構教育ママが多い、うん、結構厳しい感じの親っていう子たちが多かったし、うん、あんまりリベラルじゃなかったりとか、うん、いや保守的な考え方だったけど、うん、まあ、ここら辺はもうちょっとリベラルな感じの人が多い。ああそうなんだ、うん、でもまあそこは日本と違うと思う。あのすごい政治とかにも意見持ってる子が多かったりする。ああ政治的な話もするんだ。うん、政治だけじゃなくて社会的な問題とかにも、うん、意見ちゃんと持ってる子が多い。うん、じゃあそういう話題が出た時にやっぱ自分も意見持ってなきゃいけないっていう感じ？いや持ってることが多いけど自分でも、うん、あんまりやっぱ他の人と違うとちょっとあんまり言いたくない、うんうんうん、あのまあね、違うから嫌だとかじゃなくて、まあね、あの争いになりたくないし、まあそうだね、だったら別に言わない方がいいかなって。なるほど。父さんが留学してた時ってその例えばインド系の人と中国系の人とパキスタン系の人がいてなんかめっちゃぶつかってたりしたんだけど、うん、そういうのはある？でもさすがにない。さすがに高校生ぐらいだとないか。ないよ全然、うんあのうん、ほとんどがやっぱり今住んでるエリアはカナダ生まれな感じがするからそういうのはないと思う。その、うん、自分の親とかの出身国の
状況とかよりもカナダとかアメリカの状況に興味を持ってそんな感じでした。なるほどね、うん、英語もうこっち来て4年、うん、5年目、5年目か。もう聞き取れないことはない。ない。完璧に聞き取れる全部、うんうん、言いたいことは全部完璧に言える。ほとんど、うん、まあ、たまに日本語でもあるじゃん、なんか言いたいことがあるそれはそうだね、それはそれはあるけ ど、 それはそうだけど、でも言ってることは大体全部通じるし、うん、日常会話とかだったらもう全部頭の中英語だから、うん、あ、そうなんだ。英語は英語でなんかスラスラ出てくる、日本語みたいに自由に出てくる、切り替えをしなきゃいけないとかそういうのもなく、そうなんじゃない、普通に出る感じね、うん、言いたいことが出るってことね、うん、あ、いいねあとはそのリーディングもどう、全部読める、今なんか読まなきゃいけないとなったら。いや読めるけど、うん、そりゃ課題とかでなんかこの質問に答えなさいとかいうので、うん、ちょっとよくわかんない質問が出てくる時とかもたまにあるけど、うん、それは他の子たちも聞いたりしてるから、別に自分の英語力の問題じゃないと思う。読んでる文章教科書とかでよくわかんないとかっていうのはもうないってことね、うん、うん、まあ唯一あるとしたら単語、うん、でも大体は書くのは、書くのも自由に書けるも、うん、書くっていうか発表プレゼンみたいなやつが多くて、うんうん、だからそういうのは全部ポイントフォームだったりとか、うん、箇条書きじゃん、うん、だからあんまり文章そこまで書いてない感じ。まあ、文章書く機会ってあんまないの？そのプレゼンのために、うん、そのためのスクリプトを用意したりとかはするし、その課題のためにリサーチして書き留めたりとかするけど、うん、書くこと結構あるでしょ、書かされること。エッセイのストラクチャーに従って書きなさいっていう課題ない？いや、今はイングリッシュがない、多分だから次のローテーションでイングリッシュが始まったらもっと書くだろうね、うん、読むだろうし。レポートとかも、だからレポートで書くこととかまだないのかじゃ。短い、まあ、書いてるけど、ね、さっきも言ったようになんかスライドショーにポイントフォームだったりとか、プレゼン形式なんだ。体育はオンラインでやるの？やるどうやってやるの？テストか重ねな、ペーパーテスト、ウェブサイトを作る、うん、自分たちで。でもそれ分かんねえ、分かんないんだよ